陰キャと人気ある静かでクールキャラの決定的違いを教えてくださいってことなんですけど、どうなんですかね。これはでも自尊心の問題じゃないですか。陰キャとクールキャラの違いは、物静かな自分がダメなんだって変にコンプレックスを持っちゃってると、やっぱりね、動作とか仕草とかに違いが出るんですよ。自信がなくなるんですね。そうだから、そうすると陰キャになっちゃうと思うんですけど、人気のある静かでクールキャラっていうのは、なんか孤高な感じというか、力がある感じというか、自信はあるんだけれどもあえて喋らないみたいな。だからその要するに恥ずかしくて喋れないやつってパッと見てもうわーって思われるんですけれども、いや別に喋る必要がないから喋んないんだけど、俺お前らと交わる必要なんか俺あるみたいな風な、そういうですね感じで、自分に圧倒的な自信がある状態で喋らないって選択をするとイメージが変わってくるんですよ。だから別に陰キャかクールキャラかとかいうものではなくて、普通にですね、いわゆる自己効力感の問題だと思いますよ、それは。